この前の水泳みたく、ちょっと逆の理を得ようと思った自分がちょっとバカでしたね。今度は先生ごとと託されると思います。そして、12月18日いよいよ来春後楽園大会なのですが、1本目から6人タッグマッチということで、自分は、レモさん、米山選手、セリー選手と当たります。そして自分、引退前の真城選手と組ませていただきます。あとはタイトルマッチ共にした誠選手と、ここは絶対勝ちたいと思いますので、後楽園ホール応援よろしくお願いいたします。ぜひいらしてください。皆さん、今日本日試合来てくれてありがとうございました。ちょっと強かった。でもすごい、なんだっけ、アマソン選手すごいよき、私初めてこの選手でかい試合、すごい難しい、でも勝った、ありがとうございます。来週は12月26日後楽園大会、私宗太選手シングルマッチ、私最後3年前ゴールデンウィークシングルマッチ、だから皆さん楽しみ、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はご来場いただきありがとうございました。私はめちゃくちゃ強い和樹さんと組んで、後楽園ホール大会はタッグベルトを目指します。タイトルマッチは初めて私は後楽園でやります。絶対に和樹さんと谷桃でチャンピオンになるので、皆さん後楽園ホール大会見に来てください。ありがとうございました。本日は今年最後のピアジェ板橋大会にご来場ありがとうございました。今日桃と対戦して、何度も何度も私の技を返して、すごくしぶとくなったなと思っています。成長したなと。今の桃となら、タッグチャンピオンも夢じゃないなと思っているので、絶対、後楽園ホール、タッグチャンピオンになろうね。なります。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はご来場ありがとうございました。ジェニーとテレオ対決、1年ぶりだったんですけれども、最初こそなんか汚い戦法を使ってきたんですけど、でもそうまでして私から勝ちたいっていう執念も感じたし、すごい、本当にしぶとくて戦って、やっぱり強力なパートナーだと実感しました。今日の戦いでより絆深まったと思うし、コロナ県大会はジェニーと、そして同期の米山と3人で組みます。この3人はすごい気心が知れた、昔から知ってる最強のトリオだと思うんで、3人で暴れ回って第1試合から盛り上げたいと思います。皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございました。本日は年内最後の板橋、ご来場ありがとうございました。最後の前哨戦、結果としては負けてしまったけれど、一つだけはっきり言えることがあります。やっぱり私は彼女を次の挑戦者に指名してよかったなと強く思いました。これだけ思いっきりやり合えるのが、私たちの世代がめちゃくちゃいいってことを見せれる試合になると後楽園の応援戦は思ってます。ただまだまだ私は自分のやりたいことを実現するためにも防衛し続けますので、その結果を皆さんの目で後楽園に見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。12月18日後楽園ホール大手とと対戦、自分は初めて体格に今まではカズさんと組んでたんですけど、今回は佐々木選手と組んで、そしてワンペットで今まで自分が戦ってきたのを逆に戦ってくる、その気持ち、そしてその強さ、私はこのワンペットを信じてぶつかって、思い切りぶつかって遠慮なくいきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。8月負けてベルトマンに取られる
今までの借りを全て返して無差別級チャンピオン2人で日焼けもっともっと熱く盛り上げていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは